北川新宿北川新宿から1924年4月27日は、日本の検察官、政治家、長崎市長、幹線検知事、救命、熊次配合、カラス山。土佐国秋郡北川郷柏にで、土佐藩郷氏、北川の部道、園の次男として生まれる。田野村の漢学塾、高知の新宅塾で学んだ。 1878年、高校学者、さらに南海市塾の各教師を務めた。1883年7月、司法省法学校速成科を卒業。検事法に任官し、和歌山市新裁判所詰めとなる。1887年3月、判事登用試験に合格し、同年7月、検事に任官。その後、 田辺裁判所検事件和歌山地方裁判所検事、大阪地方裁判所検事、松山地方裁判所検事、広島地方裁判所検事などを歴任。1897年8月、台湾総督府法院検察官に就任。以後、福審法院検察官県大北地方法院、検察官、同地方法院検察官長などを歴任し、1900年11月、 胃顔面本官となる。1901年5月、検事に再任され、宇都宮地方裁判所検事生に就任。以後、大審院検事、長崎地方裁判所検事生を務めた。1907年6月、胃顔面本官となる。1907年6月、長崎市長に就任。1913年5月、市長を退任。郷土の先輩。 大石正美の推薦により、1914年6月、栃木県知事に就任。そのため、立憲同士会派とされ反対派から、干渉知事と呼ばれた。育英資金を、県費から支出することを見解に提案し、認められた。1916年6月、新潟県知事に転任。本県においても、育英資金に取り組み、石王、中野寛一に働きかけ。 100万円の寄付を得て、中野財団が発足した。1917年12月17日、知事を伊岸面本館となり退官した。その後、療養のため帰郷。川崎育三郎と宇田智郎に働きかけ私立と左中学校の創立に尽力。病のため高知市で死去した。ありがとうございます。